こんばんは、古川です。4月になりまして、新学期ということで、何かを始められたりね、何かに挑戦したりっていうことを考えてられる方がいるかと思うんですけれども、そんな時期なんでね、今日はなんか一つのテーマについて話していけたらいいかなと思っております。で、突然なんですけども、僕ずっと花カフェって言ってるんですけども、それ聞いて結構無謀だと思われたことないですか？僕今年で43になるんで、もう20年ぐらい花カフェって言ってるんですけれども、なんかそもそも、花屋さんでさらに男の人でってあんまりメジャーな部類じゃないと思ってるんですよ。で、かつカフェって、僕が若い時はね、結構カフェやりたいっていう男の子もいたりしたんですけど、ある時からもう全然聞かなくなって、そのカフェブームとかいろいろそういうこともあると思うんですけど、なんで周りでも全然もうそんな人いないし、日本の文化的に、若いうちから花屋さんに親しむっていう文化がないっていうのと、カフェで食べていくっていうのが結構難しいって昔から言われてるからっていうのもあると思うんですよね。で、今回はその僕の挑戦っていうか、お花屋さんになるまでに至った経緯とかを含めて話していけたらいいかなと思ってます。よく生徒さんとかお客さんからもね、なんでお花屋さんになったんですかって、気になるんでね、聞かれるんでね、まずそこからなんですけれども、僕、一応大学は卒業させてもらってるんですよね。で、ちょっと結論から言うと、僕は就職せずに卒業してしまったんですよ。ちょっとそういう黒歴史がありまして。で、順を追って説明していくと、大学に受かって、で1回生とか2回生の時って、本当に遊び倒すだけなんですけれども、僕のその時の興味が、おしゃれをするっていうことにもう全力に頭がいってて、で、おしゃれなとこで働きたいなと思って、大阪のアフタヌーンティーっていうカフェが、その当時はすごい人気のカフェだったんですけども、そこで働くっていうことになったんですよ。で、3回生ぐらいになったら、やっぱりみんな単位のこととか、就職のこととかそういうのを考え始めるんですけども、僕はそのアフタヌーンティーで働きながら、どうしようかなって思ってて、美しいものとかアーティスティックなものに興味があったので、ちょっと僕あんまり言ってないんですけど、美容師になりたいなと思ったんですよ。恥ずかしいんでね、本当に一部にしか言ってないんですけど。で、3回生ぐらいになって、みんながね、就職活動し始めてる頃に、僕もどうしたらいいかなと思って、で、知り合いの美容学校を行ってる子に相談して、東京の美容院を見に行くっていうことで、なんか案内してくれるって言ったんでね、一緒に東京の方に行ってきたんですよ。で、東京に行って、何軒かその当時でいう有名な美容院とかを巡ったりしたんですけれども、結構その当時なんかカリスマ美容師とかが結構流行した時で、すごいたくさんの美容室があって、で、何軒も回るんですけど、なんかシンプルでモダンな美容院が多くて、もう僕が行ったとこがそうやっただけなのかもしれないんですけど、なんか行くたびに、なんかここで働きたいのかなっていうふうに思うようになったんですよ。で、行ってモヤモヤっとしながら帰って、そこからもずっとモヤモヤし続けて、なんかやっぱりなんかああいう空間で働きたいわけじゃないなっていう答えを出したんですよね。で、アルバイトで、カフェで働いてるもんやから、やっぱりちょっと心が癒されるような空間で働きたいなと、それはすごい思ってきたんですよ、自分の中でね。で、モヤモヤとしたまま結論が出せないまま、卒業してしまったんですよね。そっからが、僕のすごいしんどい日々だったんですけど、働かないわけにはいかないんで、ちょっと工場で働いたりとか、なんかカフェで働いたりとか、なんとなくそれに向かえるのかなっていう感じで働いてたんですけども、僕一浪もしてて、同学年の方からしたらもう1年半ぐらい
遅れをとってるみたいな感じだったんですよね。で、なんか周りのみんなはもうちゃんと社会人になってそれなりの収入も得て、なんかすごい自分が取り残されてるっていうか、こんなんでいいのかなって、もうよくニートにある俺の力はこんなもんじゃないみたいな、もうその典型みたいな感じだったんですけどね。まあその時が本当に多分結構しんどかったんですよね。まあ自分選んだ道なんですけど、でもなんかそのなんかモヤモヤしてるっていうことがすごい、まあ精神的にきつかったなっていう感じで、はい、覚えてます。でカフェをしたいっていう気持ちはもうふつふつとあったんですけど、まあその時からもうカフェで食べていくのはもう難しいっていうのは若いなりになんとなく分かってたので、何かとカフェをしないといけないって思ったんですよ。でたどり着いたのが、植物とカフェっていう、まあ、僕のこの今の思いの原型になるんですけど、なんかねやっぱりそのお花屋さんには入ったんですけど、まあ、その当時、まあ、お花屋さんってまあ職人さんの世界でもあるんで、まあ、すごい厳しくてしんどかったんですけど、なんか、まあ、新しく学べるっていうのもすごい楽しくて、でもそれ以上になんかこう夢が叶うっていうよりはなんか夢に向かってるっていうことがすごい楽しかったんですよね。まあ、楽しいっていうのと、まあ、嬉しかったんですよね。まあ、ようやくねスタートに立てたっていう感じですかね。だから今でもやっぱりその時の、僕その黒歴史である卒業してからなんか工場とかで働いてる時がすごいしんどかったんで、気持ち的にね、体じゃなくて、なんでその夢に向かってるっていうことがすごい幸せなんだなっていうことを今もちょっとしんどい時とかに思い出したりとかして、まあ自分の心のコンディションが整えられるっていうことが今でもちょこちょこあります。で、よくなんか遠回りした方がいいみたいな話あるじゃないですか。まあその遠回りしたから得れるものがあるって、でも遠回りしてないから得れるものっていうのももちろんあると思うんですよね。自分がメンバーしてる間に周りの同学年の子らはもうちゃんと働いてお給料ももらって休みの日には遊びに行ったり旅行に行ったりっていうのをしてる中で、自分はやりたいことも定まってないっていうので、なんかその瞬間は遠回りしてるけどいいやって思えるわけではなかったんですよ。でその中でなんかそれを自信に変えれる瞬間っていうのが、なんか夢がはっきりして夢にちゃんと向かえてるって思えてること、そして、遅れた分を取り戻そうと思って人の倍頑張る、これをやることで僕はなんかちゃんと自分の自信を取り戻せたっていうところがあったんですよね。でなんかビジネスの話とかでトライアンドエラー、トライドアンドエラー、挑戦と失敗っていうのが、まあ、あって、挑戦して やってみて失敗、やってみて失敗っていうのを繰り返すことで人は成長するみたいなのがあるんですけど、まあ、挑戦はいいですけど失敗した時ってやっぱり誰かに迷惑かけたりとか、なんか自分が苦しいことに陥ったりとかっていうので、まあ、やっぱりマイナスはマイナスだと思うんですよ、その瞬間をね。なのでやっぱりそれを取り戻すための努力っていうのは絶対に必要やと思うんですよ。だから人の倍頑張るとか、人の倍考えるとか、やっぱりマイナスからプラスに変える作業があってこその挑戦と失敗と思うんですよ。だから、挑戦と失敗のワンセットっていうよりは挑戦と失敗と努力の3つがこうセットになって、やっとなんか一つの形になるっていうふうに僕はちょっと解釈してるんですけども、で僕も今まだ挑戦中っていうか、まあ、発展途上中なんで偉そうなことは言えないんですけど、まあ、そのね挑戦と失敗と努力、なんかこの3つが、しっかりワンセットで機能させることができたら僕は絶対にうまくいくだろうと信じてやってます。だからね、なんかこれから将来を考えたりしてる、まあ、若い人、まあ、僕の動画は若い人はあまり見てないんですけど、まあ、将来のことを考えたりする、まあ、子供さんがいたりとか、まあ、
まあ、自分自身が第二の人生で何かに挑戦したいなって思ってる場合、なんか年いくにつれて挑戦が怖くなってくるじゃないですか。失敗に対するリスクを負うのが怖くなってくるっていうか、そこまでリスクを背負ってまでするべきかっていうので悩んだりすることって絶対あると思うんですけど、絶対に取り戻せると思うんですよ。だから失敗して失敗したままに置いとくから、失敗のまま終わって次の挑戦ができなくなるっていうのがあると思うんですけど、挑戦して失敗してそれを取り戻すための努力さえ必死に頑張ったら、全然なんかいつまでも挑戦し続けれると思うので、4月の何かを始めるにはいい機会に、新しい挑戦であるとか今まで挑戦したものがちょっと寝かし続けてやるっていうものをまた再開してもらったりとか、なんかそういう風に思える動画になったらいいかなと思って、今回は珍しく、はい、こんな動画を撮っています。まあこれがねためになるか分かりませんけれども、もう頑張るんでね、はい、皆さんも頑張ってもらえたら嬉しいと思います。ということで、最後までね、見ていただいてありがとうございました。では。